カチカチだ。カチカチ大対戦発生中。エレクトリカルを妨害してるぞ、これは。もう一人がワンキルするか。ブルーメイド。オー。むしゅ。何だっけ、青、青木。青黄色ピン。おお、ダブルキルだ。ダブルキルだ。ダブルだ。いな。最初に証言します。はい、ゆとりずつくかです。はい、はい、死体発見位置はウェポンです。で、どこにいるか分かんなかった、暗かったから。ただ、レポートが出たから押したって感じ。これがトメキさんですかね。どっちから、そうだった、白だった。あ、一応ペトリアから右に行ったから、多分上の奥か下の右の奥かかな。ウェポンの台座の上からレポートを押せたから、うん、ウェポン、ウェポン、ウェポンか。あ、一応僕、初手ウェポンの方に行ってましたね。はい。あ、初手俺もウェポン側に行ってる。多分ダントツで俺が最初に抜けてる。ああ。俺、高田さんの後ろ姿ギリ見えるぐらいで2番手でいい。うんうんうん。3人ね。なので、俺は多分排除されると思います。そのウェポンにそのまま立ち止まってないのを確認してる。テラゾーは分からない。白に。テラゾーさんはアドミンにいました。あれ、逆にジョントも見てないの誰も。え、ゆとりさんってどこ行ったの最初。え、一緒だよ。マットベイ寄ってから、うん、リアクター行って、ズズと合流だから、俺とズズはもう、そうか、そっち行ったのか。あ、そうか、そうか。じゃあ、じゃあ、真ん中より右にいた人が全員容疑者だね、今んとこ。こっから4人。あれ、高田さん、オラフさん、スナパイさんは、ジョンとも見てないの友幸を。見てないです。止まってないので。ああ、そういうことか。ウェポン みんな通り過ぎたってことか。そう。なるほど。じゃあ分かんない。ナビゲーションチラッと見たら、高田剣士いたんで、怖いなと思って離れて、そのままコミュニケーション。うんうんうん。じゃあ、寺田さんの方から詰めれますかね。アドミンいたのが、チャゲポヨさん、ピンクと赤と寺田さんの僕。で、僕が先に抜けました。はい。それはチャゲポヨさんの確定？あ、僕は見てますね。で、エレクトリカルにも、あの停電で先についてるの見てるので、うん、2番手でついてる、ゲッパーさんは。いや、これ簡単そうでむずそうだな。はいはい、一応なんか自分一番このままだと怪しい位置にいるのかなと思って。そうなんですか。あれ、怪しい、怪しいですね。2人残して僕出てるんで、アドミンから、うん、寺蔵さん、僕、センターさんがアドミンにいて、でセンターさん、僕の順番で出ているので、寺蔵キルの方か。寺蔵さんキルの容疑が僕にかかってるかなっていう。鳥南先生がカフェテリアから右に行って発見じゃないですか。その時にカフェテリアにいた人って他に誰か見てない？一番最初だけレバーを誰かがやったのは見たような気がするんだけど、色を覚えてないんだよな。で、俺右上でタスク2つやってから右行ったのね。ウェポンやったから、うんうんうん、その時誰かいたとか。いや、いなかった。で、ウェポンの台座に座ろうとしたらレポートが引っかかったから、あれ、どっかにいんのかと思ってレポートをした感じ。うん。あ、俺が言いたいのは、カフェテリアからそのチャゲポヨさんセンターが両方とも出た後に入って殺したパターンとか、もしくはカフェテリアあたりの、カフェテリア行ってないですよ、僕たちは。あ、違う違う違う、違くて、2人が出た後に誰ができたかっていうのを、鳥南先生が目撃できてないかって話。あ、鳥南さんはテラゾーが通過してるのも見てないってことだよね。いや、テラゾーがアドミンから出て別のとこ行って殺された可能性もあるから、一応
そう。だから。でも停電中に上は行かないと思う。停電中だから。まあ場所的にカフェテリア、アドミン、ストレージ、時間軸的にもそこの3つのうちのどこかじゃないか。遠くには行けないって思う。ストレージ付近にいた人とかは いないんじゃない？もう今の話的に。もう全部だって、リアクターに、あれでしょ、2人でしょ。で、エレクトリカル2人で、右方向全部でしょ、あと。と、トリナーさんが合流で終わりじゃない？カフェテリアからの弁当移動もないと考えると、チャケポヨさん視点で誰になる候補？いやー、それが。あ、多分ね、スナッパイさんとか候補になる。スナパイさん最後コミュニケーションでしたっけ？そうそう。ってなると僕はスナパイさんかなってなってますね。素直すぎるやろ。一応お気持ち投票だけしとくね。ちょっとそこだけ、そこ以外誰もすれ違ってないので、ちょっとそこしか容疑者が出せないです、僕視点は。そう、絞れそうで絞れないんだよな、これ。まあ、少なくともペア2つ作るかな。はーい、はいはい、はい、一応じゃあチャゲポヨさん視点でというか高田健志視点で俺になるんだ。いや、俺はスナパイさんの行動が若干変だなと思ったから。変、詳しくお願いします。だってスナパイさんって初動の一発目のタスクがコミュニケーションなんでしょ？ウェポンもオーツもナビゲーションもシールドも全部スルーしてコミュニケーションまで行ってんのが、クルーメイトっぽくないなって思った。ナビゲーションにあるんだけど、高田健志がいて、1対1にはなりたくないから出たって。まあでも、あと、できる位置にも行ってるなと思った。まあ、それを言い出すなら高田健志がナビゲーションで作業してる間誰か入ってきた？入ってきてない。うん、じゃあ高田健志もあるんだよね、俺してんじゃん。うん、まあ、いいんじゃない。弁当移動したとは多分絞れそうで絞れない気がするから、僕とチャゲポヨさん、高田さん、スナパイさんペアとかいかがですか？あ、僕は全然ペアは多分いいですよ。2つペアを作るぐらいしか多分今日はできなそうだから、それでいいかな。僕とチャゲポヨさんの二郎はないけど、一応スナパイさん、高田さんの二郎は目線はなさそうだもんね。あ、先に宣言だけしといていい、はい、スナパイさんは O2 とウェポンにタスクないと思うから、先にナビゲーションのタスク行って、俺右側タスクないから左に行きましょう。どっちえ、スナパイさんってナビゲーションだけでしょ、多分右側とタスクだから、ナビゲーション先に行くんで左にさらっと向かいましょう、うん、あ、了解了解、初手右行こうって話ね。はい、ズズ、俺とズズ隠しろだから死ぬかもしれないから、ズズ先死んでね。なんやそれ。いや、それはインポスター次第でしょ、だって。俺が先死ぬかも。いや、でも指名入ったから。うん、おい、待って、インポスター聞いて。お願いしますね。待って、インポスター聞いて、僕はまだ生きてたい。一応、あの、ペアのには近づかないようにお願いします。個人税の皆さんは。はい。個人税です。頼むよ、頼むよ、インポスター。頼むよ。お前じゃ関係ねえだろ。なんでここに殺そうとしてんだよ。せめてインポスター殺せよ、俺を。なんだよ、これ。いや、むずい試合が続くねえ。少ない方もいらっしゃるから、エンジョイ気味で行こうとしてたんだけど、ちょっとあまりにも難しすぎるな。しょうがないな。少ねえな。いい折衷案を提示できたんじゃないですか、今回は。大事じゃね、結論を先に言うという。茶色。やった、ここに茶色。
はい、オレンジ青。マジか。え？センターン行った。きわーい、あの停電の間にやられた。センターントリナ。まあこれ砂場さんしてるだね。うん、高田健司もやってない。うん。そしたらチャゲっぽよオラフコンビしか残りない。え？チャゲっぽよ。チャゲっぽよさんはもう確定でしょ？だってセンターン。ああ、一緒にいたから。いやー、でも、僕最初コミュニケーションです。ズズさん、ズズさん、僕、停電中一緒に近くにいたの見えてなかったですか？停電中なんで見えなかったっすよ。あ、チャゲポヨさんって最終位置どこなんですか？エレクトリカルの停電を直してました。あー、でも、いたいたいたね。ストレージの給油のところにいたんですけど、先端さんと。で、停電入ったんで、いや、怖いなと思って、すぐに、あの、ズズさんと一緒にすぐに、配電盤直しに行って、でそこで多分先端さんとはぐれちゃったところをキルされたのかなっていう。これさ、要は高田さんが真ん中のボタンを押したことになってるってことは配電盤直ってるじゃないですか。の情報を持ってるから、でも直った瞬間押してるとは思うんだけど、その時直った瞬間配電盤の前には誰がいますか？ズズさんが言ってました、ね。うん、僕が直します。ズズさんが直します。ズズが直接拾えてるなら潔白証明できるなら、スナパイさんと高田さんの二郎も考えられるんじゃないかな。いや、潔白証明できる。いや、でもストレ停電起きる直前にストレージのところでセンターが作業してたのは覚えてる。ごめん、今スナパイ高田の二郎って言ったの。一人です。そこでもやってないってお互いを証明してて、そしたらもうオラフさんのところで下位置が無理です、うん。うん、俺ら2人一緒にいて、しかもカフェテリアでボタンを押してるんだってば。とりあえず先端さんはストレージ付近で殺されてるはずなんで、ストレージ多分そこなの、うん、付近に最終位置。じゃあもうチャゲポヨオラフコンビしかない。一旦コンビのチャゲポヨさんが先。これか、うん、あー負け。チャゲポヨさんやな。2浪残るんで、ダブルキルだけ気をつけてください。マジで面は。うわ、5人で2の場面はもう負け確っすよ。いやー、マジかー。ごめんなさい、僕立ち止まっちゃったそこに。あ、触れたくなくて立ち止まっちゃったんすね。いや、ある時って動かない方がいいんですかね。そうっすね、見失っちゃうから一応は。あ、でもちょっとね、打ち合わせもちょっとしとけばいいかな。いやー、カチカチだ。カチカチ大対戦発生中。エレクトリカルを妨害してるぞ、これは。一人がワンキルするか。やっぱスナパイさんか、これ。スナパイさん、高田さんかな。なんか、あ、治った、治ってない。あ、終了か。終わった。ふぅー、やった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 。しかもスナパイさんなんだ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。オラフ君最高だ。今回はもう本当にオラフ君のキルだ。素晴らしい、完璧なキルっていうか、2人殺したのはオラフ君ですかね。あ、オラフ君がスナパイさん。初手のアドミンが僕だね。ウェポンは僕ですね。まい、やったね。やりました。完敗だね。あっという間に。おめでとうございます。オラフ君に生きるしたのか。え、生きるしました。素晴らしい。しかもそういうことか。そういうことか。え、先端キルした時は停電してたってことじゃん。停電、そうですね。停電中に晴れたら確認して先端さんをストレージでやって。立ち止まってたから。
はい、経由のところでこれいけるなと思ってやって、いやチャゲポヨさん疑ってしまったな。そっか、いやでも先端キル入ってるから、いやあれはもう見逃れむずいなと思って。あ、そうね、なしゃないですね。1人がチーム組んでる時に残ったもう1人が2キルして、しかも2キル目が停電中のその白が混ざってる方の相方をキルして自分がどこにいるかバレてないって、もう最高すぎるキルだ。すごいな、もうマジで俺は1人ゲームでできない。いやいや、パパイさんのあれがでかかったっすよ、うん、どこに行ってるかめっちゃ分かりやすかったんで、ベントで確認したからあんまり離れてキルしたらバレへんかな、うん、あのリアクターで弁当の中一回来たでしょ。一回行きました、一回行きました。弁当の下カチってなんか見えたんだよな俺。いや多分キルした人が良かったんですよね、多分いい感じ。いやもう最高やった。すげえ。まあ、オラフ君のおかげこれ全部。いやそんなことないです。いやすごかったな、綺麗に決めた。めちゃくちゃ綺麗に決められた。うん、ベストベストキルだったね。ダブルキルだと思ってたしね、みんなそれ前提で話進めたから。うん、2連続切れっていうのもね、うまいな、本当ですね。確かに見えないな、停電は無理やな。ペア組んでる時は停電中はもうじっとし、じっとしないと、じっとしよう。あ、そう、2ペア組んでたんで、なんかアドミンあんまり見に来ないかなと思って。正解だわ、はい、でアドミンで多分切れてたんですよね、誰か。そうね、2ペアの悪い点が出たよね。だから見回りが足りなくなるっていう、アドミンで殺されたキルが発見されなくなって、それのせいで2キル発生しちゃう。あ、ペアでそういう損失もあるのか。もう悪いこともある、当然。いやあ、ね、見回りが減るっていうね、デメリット結構大きい。あと城同士で組んじゃうとタスクが全然進まないっていうのもデメリットですね。あ、ペアだとインポスターきついってわけでもないです。そうなんだ。そう、いや、おもろー。